おはようございます。本日は2021年10月2日土曜日、アウェー FC 東京戦ですね。玉川倉彦です。スタメンに呼ばれてます。なんで今日は5位のフロンターレは10位の FC 東京に勝ちたいと思います。頑張りましょう。最近勝つないからね。今のゴールも見たい。玉川倉彦味の素スタジアムか。これで行こう。スタメン、ゴールキーパー、ミケルモンド。マギーに山村谷口のボイズと、山村さんがいますね。田中、大島、秋坂、アメイダスが馬。サブがセイラ、ドミトル、チョンソンニョン、ジェジェ、モイタ、クルマや島田ことさん。じゃあやっていきましょう。今日もモンスターエナジー飲みながらやるぞ。ああ。よし、皆さんご機嫌いかがでしょうか。今日も皆さんにサッカーの興奮をお届けしたいと思います。実況は西岡昭彦、この試合の解説は福西崇史さんに来ていただきました。確かにここは味の出せずに、今日はあいにくの天気ですね。そうですね、本当そうだもん。こういう時はピッチの状態の見極めが重要です。滑りやすいですからね。前の方に人集まってない。屋根が上に全部あるのか。普通屋根がある後ろの方に屋根が全部あるんですけど、 FC 東京は大物選手の補強が目立つ印象があります。注目度の高いクラブですから、毎年目玉になる選手が必要だという判断でしょうか。なるほどね。積極的な姿勢は悪くないと思いますよ。ただそう思いますね。 FC 東京か、ブルーのウィーンって言いにくいけど、元ブラジル代表選手ですよね。いるかな、ないか、普通に。お、うまく映してるね。いいよ。さっきアウェイに結構急ね。4対5、吉時は10位。初戦、特殊点差ゼロなんだ。吉時は、畑野、柳、蓮川、フーバー、小川、アルトゥシルバー、阿部、東、ナサンホ、シブルタク、松田さんいるじゃん。松田デモさんがいるんだ。教えておいて。へぇー。いい補強しますね。はい、うちの攻めがこんな感じです。あ、ギーヌさん。いい笑顔。うまい、ジャッジすな。この前50匹で戦ってたから。さあ試合が始まります。キックオン。まずは FC 東京のキックオフです。勝つよ。つまらないミスでボールを失いました。いいよ。はい、いいね。これはスローインになります。はい、スローインから素早くリスタート。おー、止めませんね。ないの。ボールは再び外に出て、もう一度スローインです。小川亮。すごい風が強いな。すごい風の音入ってるかな。風の音入ってるかもしれない。ジャムジャム。あそっちじゃない。これはスローインに失敗。私のミスです。ボールが相手に渡りました。ですな。はい。はい。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。いいよ。小川亮へ。小川亮へ。オッケーオッケー。スローインです。はい。スローイン。来てるよ。素早いリスタートですね。気をつけて。シュートしたいな。タックルを受けています。パスを戻します。東敬吾と秋坂康さんのちゃんとは軍局は同じです。危ない。シュートを打ってきた。危ない。ナイスモンド。ギリギリで対応。ボールはバーを越えた。おお、声を受け付けよう。危ない。シュートを狙う。このシュートは高すぎます。
素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました、うん、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。あー、際どい際どいけど落ちたいかな。おえって顔してたな。いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。はい。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ちょっと強かったな、ボールが。はい。プレーオンです。ここは激しく行きました。主審は警告を出すでしょうか。すなね。はい。危険な位置です。緊張感が増してきます。オッケー。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。今日ダメだな。シュートに持ってきな。東慶吾。落ちてない。ダメだ。FC 東京のスローイン。ボールを取りました。はい、さてどうする。おお。さあ来た。おお、ナイスモンド。ボールが転がる。すごいし。ボールが外に出ました。FC 東京のコーナーキックです。さあ、ここすごいよ。はい。じゃあ、じゃあ、刺激的に。ボールが中盤でカットされました。パス出したのに。嫌なところに出されたぞ。東慶吾。このシュートは外れます。雨がちょっと影響してますかね。滑ったか。雨だからな。大島亮太。うわ、さあどうだ。ボールを中盤で奪いました。うわ、うわ、ついてくるな。大島亮太。うわ、マジ今日ダメだな。これは残念、ボールを手放してしまいました。小川亮太。なかなかセットに行ってない。大島亮太。行け。シュートまで持っていきたい。パスは完全に読んでいた。そう、行け。ここを起点にできるか。シュートはいけないか。激しいファールです、はい、カードが出てもおかしくありません。はい、カットしました。ここはどうするでしょうか。うわぁ、無理だ、すまんね。どうして、すまんねえな、すまんねえな。上り里恭平、うん、石川さん、ボールをカット。丁寧に行こうか。ね、作戦変更。丁寧に行こう。うん、どうぞ。選手たちは今頃気合が入っている頃でしょう。ねえ、もちろんですよ。大島亮太。うわ、はい、はい、ファールです。主審はカードを出すのでしょうか。ここ怖いな。かなり遠いところからでしたが、
直接狙いましたね。中に入れるシュートしたいですね。いつも打ってないよ、シュート。自分で決めたかったようですね。硬いな。硬いし、血が2つ。激しくぶつかっています。封じ込め。うまいよ。このシュートはどうだ、決まった。FC 東京のゴールです。すごい、謎の外国人に決められた。これはいい時間帯にリードを奪いました。いやー、いつかやれると思ったけど、後半に向けて選択肢が広がる得点になりましたよ。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。打ち来たい、打ち来たい。小川亮へ、素早くリスタート。早い、小川亮へ、小川亮へ、止めて、シュートだ。もう少しでしたが枠の外です。危なかった。はい、はあ、前半終わりか。はい、で前半終了です。スコアは1対0。いやー、リードは1点です。雑。ハーフタイムを迎えています。福西さん、前半は終了間際にゴールが決まりましたね。あの時間帯で決めたのは大きいですね。選手たちは勢いに乗って後半に臨む。鹿島が名古屋というか、よし、行こう。後半キックオフ、後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。ケニーに行こう。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。はい、ファールの判定です。ここはカードが出ました。後ろでしょ。 OK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 。はい、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。オッケー、足で、よし、来た、スペースを見る、シュート打ってきた。うわー、止めます。ハトノさん、ナイス。ファーストシュートしたな。このボールはタッチを割ります。スローインです。いい流れだったけど、大島亮太、再び出ます。スローインです。いやー、なんか、相手に渡ります。オッケーオッケー。シュート。決まるか。シュートするも、これは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。さあ、選手交代です。もう逆転の起爆剤となりますでしょうか。うまくボールを奪い、相手のプレッシャーを弱めました。パスコースにはディフェンスがいます。攻撃に移りたい、はい、タッチラインを割り、スローインです。大島亮太、うん、前半に比べて後半良くなっている気がする。大島亮太、よしよし、カウントいくぞ、頑張れ。これはどうなりますか。弾かれた。ここはフリーキックを与えられます。か、両チームとも動いてきました。うちは下田さん、うん、決まるか。よし、よしよしよし、脇坂さん、脇坂さん、ナイス。セットブレーカー珍しく点だったな。俺セットプレー苦手なのに、よかったよかった。試合は同点となりました。いいね、ちょっともう終わり。
よし。東慶吾。いい、悪い流れを断ち切って、オッケーオッケーオッケー。中盤でカットされました。いいね、いいね、いいね。シュート。シュートは入るか。キーパー反応した。今のシュート止められるな。さあコーナー。木村さんいいボールを打った。セットプレーに転じたい。うん。ひとまず前に出しました。あと、はい。合わせられるか。いけ。惜しい。揺らせません。惜しい。当たりましたか。クロスバーで今日の。FC 東京が選手を交代します。松田テーマスに代わって原さん。原さんでかいね。失点は絶対。危ないですよ。いやいやいや、どうする？あっていうかびっくりしちゃったよ今。いや。お、ファウルがない。残りは時間あるよ、20分くらい。つまらないミスでボールを失いました。引き寄せて来てるよ。うわさあどうだ。うわ素晴らしいクロスが入りましたがディフェンダーの読みが良かったですね。行け。タッチを割ってスローイン。東さんすごいっすか。 FC 東京選手交代です。うまかったと思った。ジェジェが入ってきますね。シュート、シュート、いけ、いけ、いや、あ、ごめんね、よっしゃー、いや、木坂さん、おーやすとは木坂、おーやすとは木坂、おーやすとは木坂、よっしゃ、よっしゃ、逆転、逆転、おー、いい位置にいた、よくこぼれた、出た。あ、木坂さん、チュンです。チュンです、木坂さん。三田博隆。よし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 。いやー、嬉しい。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。なるほど。このボールはしっかり止めました。森坂さんもなかなか出番もらってなかったからね、この本体では。それが。いいビルドアップでしたが、パス出すと当たってしまいました。探せてた。奪われました。小川亮也。OK。ジェジェナイス。下田北斗。これはもったいない。ボールを失いました。やばい。大丈夫大丈夫大丈夫。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。よしよしよし。ゆっくり行こう、ゆっくり。はい、行け。大丈夫だ、張ってって、行けよ。あ、しないで。ここでスローイン。後半全然いいよ、前半行くわけが。ディフェンスがスッと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。やめて、やめて、全員でやめ。膠着状態が続いていますが試合終了まで何が起こるか分かりません。分かんないね。三田博隆。やめて。あそこはやらせたくないですね。やめて、やめて。綺麗に上がった。やめて。決まった。うわー、同点です。原太一さん、中華一川さんに。苦しいかと思われた FC 東京ですが、最後に鮮やかな同点ゴール。この時間まで驚異的な粘りを見せてくれましたね。
そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。実況が何よが起こるかわかんないとか言うから、緊迫した好ゲームになっています。入るか、これはいい反応でした。今度は止めましたね。いけるな。選手が一人倒れていますね。肉離れでも起こしたのでしょうか。ナイスラスト。小川亮へ。いけるよ。いけ。ああ、なんか。ボールを大きく押し出します。はい。はい。笛が吹かれました。オフサイドです。オフサイドがつくから。じゃなかった。ああ、時間がない。アウトシュート先出し。わあ、いやー勝ちたかった。引き分けで試合を終了。引き分けとはまた。いやーマジで、マジで。ぐすん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 、悔しいよ。いや勝ち点3持って帰れたよこれ。ぐすんぐすん、あるのだ。後半良かったけどね。6.4MVP は脇坂さんですね。うん、7点台はいないのか。脇坂さんがすごいいいのか。森田さんと登里さんも6点台ですね。一方東京は途中出場の原さんが 6.9 で、謎学人シジミルスタークさんも 6.6 ですね。7点台いないね。はい、それとして7本、後半だけ7本打ったのかな。俺結構打ったよね後半。よし、お、この記事読むか。脇坂がステップアップ。最近のエスと脇坂は素晴らしいプレーで川崎の体に貢献し、ピッチ上で真のリーダーであることを証明しています。クラブとファンは今後のシーズンにおいても好調を維持されることを願っています。好調だもんね、木坂さん。じゃあトレーニングしてきます。はい、ということで次回は北海道コンサドーレ札幌戦ですね。選手の調子絶好調から通常に戻っちゃったんで、またゴールを決めれるように頑張りましょう。でしばらく期間が空いたんで、間の中1、8、9、10日で次は北海道コンサドーレ札幌戦ですね。ここはまた過密日程が続きますが、頑張りましょう。リーグも残り少ないね。ランクアップも残ってるのか。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。札幌何位だ、ちなみに。札幌は12位ですね。じゃあ、行きましょう。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。